パーリ・仏典経教像、コベ・ジャータカ・ブータンにて描かれた18から19世紀に描かれた、本章炭の短歌。ジャータカとは、仏教でいう前世の物語のこと。本章炭とも言う。釈迦がインドに生まれる前、人や動物として生を受けていた前世の物語である。十二仏教の一つ。パーリ語版は、パーリ五経典教像コベに収録され、緩約。 本世経は、大蔵教の本演部に、各種の話が収録されている。仏教経典には、様々な前世の因縁物語が説かれ、主には、釈迦仏の前世による因縁を明かし、現世や来世を説いている。これをジャータカというが、講義には釈迦のみならず、釈迦の弟子や、菩薩などの前世の因縁も含めてジャータカ、あるいは本章丹と呼ぶ場合もある。しかし、 本来ジャータカとは特別な形式と内容を備えた古い文学の種類を称して呼んだものである。また、漢訳仏典ではこれらの経典を本生形と総称し、パーリ語仏典には22編に分けて計547もの物語がジャータカとして収録されている。この形式には、現世物語、前世物語、その結果、 あるいは来世物語という三世で構成されている。三分と陰文とで構成され、紀元前三世紀頃の古代インドで伝承されていた説話などが元になっており、そこに仏教的な内容が付加されて成立したものと考えられている。しかるに仏教がインドから各地へ伝播されると、世界各地の文学に影響を与え、イソップ物語やアラビアンナイトにも、 この形式が取り入れられたと言われる。また、今尺物語集の、ガツのウサギなども、このジャータカを基本としている。法隆寺蔵の玉虫寿司には、ジャータカ物語として、セミギキゲズの雪山王子や、ステミカイトラズのサッタ王子が描かれていることで知られる。パーリブッテン、コベ収録の、ジャータカの構成は、以下の通り。以下に挙げるのは、釈迦の前世物語として、 有名な例である。ありがとうございます。